皆さんこんばんは。昨日はライブ配信だったんですけど、今日は録画になるんですけど、まあ、明日からまたライブ配信にしようかなと思ってます。ちょっと動画飛ぶんですけど、やっぱライブ配信の方がいいですね。まあちょっと安定しないかもしれないですけど、ただ今日はちょっとね、夜は予定があって、そうそう、この家を、購入するのをこう手伝ってくださった石田さんっていう方いらっしゃって、下鴨の、不動産の会社されてる、鉄っていう会社されてるんですけどね。そうそう。で、石田さんと一緒に今日はなんか新しいそのピアノ置いてあるお店、ちょっと見に行ってみようか、みたいな。演奏する場所ね。ということでなんかこう石田さんがこう探してきてくださって、一緒にちょっと行くっていう感じなんですけどね。そうそう。まあ石田さんもちょっと、面白くて一緒に仲良くさせてもらってるんですけど、なんかあれですね、ここのお家選ぶときとかも、もう石田さんの直感みたいな感じで、ここみたいな。20個ぐらい候補あったんですけど、ここって言わはった家で僕らはこう選んで、買ってっていう感じで。あとはもう全部なんかもう石田さんにやってもらって、防音室とかも全部手配してもらってっていう感じですね。そう。で、なんかまあいろいろとお世話になってるんですけど、まあ一緒に遊んでもらったりして、一緒に音楽したりとか、ベースも弾かれてて、一緒にライブしたりとか、いろいろとこう遊んでもらってますね。で、瞑想家の翔さん紹介してくれたのも石田さんで、いろいろとなんかこう、まあ、プロデュースしてくれてはるところも結構あって、まあいろんな人にね、こう、なんていうのかな、まあ一緒に遊んでもらってるんですけど、その中の、一人っていう感じですね、石田さんも。そうそう。で、まあ鉄ジャズっていうね、ジャズのレーベルも持ってらっしゃって、まあ、もしかしたら鉄ジャズからもまた CD 僕も出させてもらうかもしれないんですけども、またその時はよろしくお願いします、うん、ということで今日も即演奏やっていきたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
ー。